集まってる、はい、あと2組いるはずですね。もう上がっていい、いいよ、上がってもらってて。じゃあちょっと一組ずつお話を伺いたいので上がっていただいてもよろしいですか、うん、また可愛らしい。あら、また また松島さん、ね、決めにくいんじゃないですか。ちびっこね、落ちないようにね。あ、落ちないようにだけ、はい、この線ぐらいまで、どうぞ上がっていただいて、この線ぐらいまでいきましょう。あれ、ひっこりひっこりひっこり、どうぞ、ひっこりひっこりひっこりで、また、うん、かわいいね。あらあら、であちゃあちゃ、デニムデニムデニムで。ちょっともうちょっと来ましょうか。もうちょっと来ましょうか。もうちょっと行きましょうか。あ、ちょうどちょうどはまりましたね。この人数で一旦始めましょうかね。どちらから？どちらから？あ、すぐ隣の大田区、大田区です。大田区、もう庭みたいなもんだね。ここはね、庭みたいなもんですね。これ。はい、ちょっと聞いていてください。もうここ大田区の大田区の誰さん？清水です。清水さん、大田区清水さん。清水さんいかん、普段からこういう格好、こういう格好嫌じゃない？今日のために、今日のためだよね。そう、みんなね、あの同じひっこりのね、そうひっこりで、そうそうそう、リーデー、ね、お母さんのもリーデー、後ろにね、お姉ちゃんもね、お姉ちゃんスカートそれもリー、かわいい。あれですか、リーで勤めてるとかそういうことではないですね。全然違うんですよね。リー、あー、かわいらしい。で、バンダナもね、皆さんね、あ、ほんとだ、こうしてらっしゃって、かわいらしい。ちょっと恥ずかしいよな、ま、恥ずかしくない、恥ずかしくない、何強そうだな。そうでもねえな、いずれ言っちゃったな、照れくせえな、照れくせえな。映ってますかね、あの、はい、もしかしたら絵にかぶっちゃってるかもしれないんですけど、 YouTube、はい、YouTube 担当の方見てくれてるかな。大丈夫かな、大丈夫、もうちょっと前です、大丈夫だよ、もうちょっと前です、ね、大丈夫だよ、うん、もしかしたら絵にかぶっちゃってるかも。なんか今日何食べた、あ、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん教えてる、何食べた今日、何食べた、お弁当、お弁当お弁当です、お弁当です。あー、作ってた、いいな、すごいね、それも。はい、どんどん上げてください、どんどん。揃ってるかな、皆さん。すみません。あちらもかな？あちらは違う？あちらは違うかな？あちら違うかな？違いますかね、はい、もう全員揃った。5組以上、7組ぐらい。5組以上。まだ来てない人いるんで。いらっしゃるかもしれないです。はい、まだ来てない人もいるかな。なぜ選んだのかっていうところもお話伺いたいんですけど。はい、もう説明不要だよね。まあまあまあ、はい、まさしく。まあそうですけれども。はい、もう説明不要の。はい。説明不要。はい。可愛らしい、ね。お母さんがお弁当を作ってくれたからです、今日は。そうなんですね。そうなんですね。素晴らしい。いいですね。もうね、親子で稲妻フェスティバル。ここもすごいよ。ちょっと次行きましょうか。はい、全員じいちゃん、じいちゃん、はい、じいちゃんで。一歩前に出ていただきます。一番ちあずちゃん落ちないようにね。はい、大丈夫です。どちらからいらっしゃったんですか。千葉です。お名前伺いしても山田です。違うの、山田さんです。お母さん、あ、そうです、娘さんみたい。あ、本当に娘さんかと思った俺、うん、長女だと思ってた。あの母、3人の母です。男の子3人、そうなんです、にぎやかでいいね。にぎやかっすね。めちゃくちゃ可愛いんですよ、ね、本当ね。ずっとアドさんのこと見てる。うん、すごいね、いいですか、ね、今日はどなたがお洋服選ばれたんですか。パパがみんなデニムコーデで、お父さんも自分の好きを完全に押し付けてますね。これね、いいですよね、やってくれるっていうのがいいですよね。どこも一緒です。多分こちらも一緒です。はい、ですね、お父さんが自分の好きを押し付けてますみんな。ありがとうございます。あれ、まだあの親子コーデの方全員揃ってないんだけど、どうぞあのステージの左側に来ていただいて、はい、では上がってくださいね。次の方、はい、そちら、はい、こちらに来ていただいてもよろしいですか。お、ペアルック、ペアルックでお父さんと。こんにちは。どちらからいらっしゃったんですか。千葉の茂原市です。お、千葉から。お名前をお伺いしてもいいですか。中田です。中田さん、ペアルックで。お母さんは今日は、お母さん、あ、お母さんそこでね、荷物持ちやらされて、荷物を全部。お母さん、お揃い仲間入れてもらえなかったんだ。お父さん、お母さんも入れてあげてくださいね、今度お揃いの。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、あの次の方がいらっしゃったんですけれども、はい、はい、
今上がってきてくださると思うので、どうぞおいで。こちらもお揃い、みんな おはい、はい、気をつけて、どうぞどうぞ、とりあえず前の方に。オーバーオールファミリーですね。もうお父さん、お父さんに一目惚れして嬉しいでしょ。お父さん、娘さんたちがこんな格好してくれると最高ですね、もうね。本当にもうお母さんもよく許しますね。もうお父さんの好きをしょうがないって言ってますよ。でも嫌いじゃないんでしょ。嫌いじゃないからね、はい、できるんだよね、そういう格好が。どちらからいらっしゃったんですか。茅ヶ崎の方から。お茅ヶ崎から。ありがとうございます。ありがとうございます。長谷川と言います。長谷川さんですね。お父さん、お揃いで。お父さん、今ちょっと腕時計が高そうな腕時計見えたんですけど、はい、ね。あ、まあまあちょっと、それお、あれ、奥さん、奥様はしてもらえさせてもらってます。あ、それはしてない。あ、ちょっと言っといた方がいいですよ。あれ、もしかして娘さんも。いやいや、危ないからね。ここは危ないですからね。すごいね。はい、はい、娘さんとお母さんはヒッコリーで、皆さんジージャンで、はい、お父さんだけダックかな、それ。うん、本当は揃えようと思ったんですけどね。ちょっと黒いかなと思って自分だけ外してきました。そう、はい、あ、いや、素晴らしいですね。こちらのね、あの白沢自身も、はい、はい、どうなんですか、お父さんの立場から言うと、はい、こういうお父さんたちを見て、はい、はい、もう素敵だなと、素敵だなと、娘さんが、はい、娘さんがね、娘がいるんだもんね、娘いますね、はい、同じぐらい、どのぐらい、そうですね、まあ小三なんで、はい、そうか、小三だ、同じですね、はい、そうなんですね、はい、こちらで全員ですかね、もう見当たらないですかね、そうですね、お声掛けはさせていただいたんですが、まあ、はい、ではこちらでノミネート、チケットもらってる方いない、いないかな、いらっしゃらないですかね、大丈夫かな、時間的には、時間的にはま、あの全然余裕はあるという、集合時間は何時、20分です。20分。今何分？今22分なんです。もうちょっと待ちましょうかね。じゃあ、まあ、もしかしたら、ちょっと遅刻ですけれどもね。はい、時間、はい、間に合ってる方いますんで。いや、俺ね。いや、もう考え始めないとダメですよ、松島さん。まず。あのね、皆さんに、あ、一ファミリーに一つずつ粗品を申請させていただきます。で、その中から、これ一番決めろっていうのは、いやー決めないといけないっていうあれなんですよ。ね、ここはね、お父さん3人の腕っぷしで、お腕っぷしでお父さん、そうちなみにですね、今回の親子グランプリのあの商品はですね、スウェットの L サイズと XL サイズと防災セットが2つですかね。はい、となっております。大人向けだね。大人向けですね。大人向けでね。すごい、はい、そうなんです。それもペアで来てもらえる、ペアで来てもらえる、おちょっとお母さん、あずちゃん、どんどんみんなが、ね、から推薦コメントを僕にください。そうですね、僕の検討材料が必要です。はい、ちょっと一組ずつ、これ決めらんないの、俺決めらんないですよね。でも、まあ、まさしくひっこり、はい、はい、まさしくひっこり、ね、はい、家族のトータルコーデ、じいじゃん、はい、はい、で推薦コメント、ね、はい、はい、でまたこうおじいちゃんでお父様が、ね、はい、外しの、みんなお揃い、お揃いファミリーですね、ですね、日頃からお願いしますね、いないはずの時だけじゃなくて ね月に2回ぐらいはこういう日作りましょうね。僕らもカルチャー広めていかなきゃいけないんで、カルチャーを広めていかないと、はい、うちは結構ね、はい、坊主たちお揃い着ることあるからね。え、普段の日ですか、休みの日とか飯食いに行く時とか、仲良しだな、もうあれよ、はい、19と16とかだよ、15か、うん、お揃い着ようよって言って着るんですか、いや、たまたまみたいな、同じもの持ってたりするんだよ。ああ、同じ日に同じもの着たくなるっていうのが、でも親子ですね、うん、もうね、このぐらいの時からもう仕込んである、英才教育をずっとやってますから、うちは今から間に合いますね。そうですね、
そうなんですよ。やっぱり気づいたら来てるっていうことですもんね、最初から。やってもらわなきゃいけないんでね、俺もね。そうですよ。でもこういうフェスに一緒に来ると、それが楽しいっていう風になりますからね。いいですよね。そうなんですね。はい。はい。はい、もう楽しくなっちゃってますけど。これ2番目の、お父さんの、はい、あのスニーカーが俺すっげえ気になってんの。こちらの、うん、ピンクコンバース。みんなね、やっぱりね、ライトニングの読者のお父さんなんだろうなと思って、やっぱりね、お父さん若干主張強すぎって、はい、お父さんもそうですね。そうですね。みんな外しという名のお父さん主張強すぎ。あちらのお父さんだけあのマイルドに収めてるけど。主張強すぎのお父さんが多いですね、こちらはやっぱりね。中でもね、やっぱり自分を。そうよ。もう何分まで待ちましょう。今25分です。4分もう行きましょう。もう遅刻ぐらいです。遅刻なんで。じゃあもう、ここで一旦締め切らせていただいて。はい、もちろん。じゃあちょっと、3番目のご家族、お父さんと息子さん。はい。ちょっとコメント、アドちゃんから。はい。もうこのペアルックのね、うん、同じのサイズ探して、来てきたんだろうなっていう。あ、そこを考えるとね。はい、あるんだね。危ないよ。落ちるよ。です。すみません。前も言っててよ。はい。全然。そう。だからジーンズの色落ちの感じなんかもほぼ一緒ですね。そう。靴の色もね全部合わせていて。はい、難しい。これは難しいですよ。難しい。はい。はい。そして。一番湘南から来たところは、アドちゃんコメントお願いします。はい、あのお父様がすごい素敵だなと思って。お父様がもうキャラがすごいですね。いえいえ、もうっていうので、頭は奥様ですか、やってるのは。そうですね、5日に1遍ぐらいやってもらってる。お時間かかりますもんね。ブーブー言われながら。5分ぐらいで。すごいな。よし。あ、さっきはね、決めるのつらかったけど、はい、みんな大人だったから、はいはいはい、まだね、あ、まあそうですね。いろんな言い訳しながら、はい、こう消去法で残したの。なるほど。うん。今回はどう決めようかと思った時にだよ。はい。考えちゃうよね。考えちゃうよね。僕もお声掛けしましたが、難しいよね。選べない皆様。はい。よし、わかった。あ、決まりました？お姉ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お姉ちゃん。はい。俺とじゃんけんしようぜ。公平だ。ええ。いい？お姉ちゃん。いくよ。最初はグーだからね。最初はグーじゃんけんぽいだからね。いくよ。よし、ちょっと待って、おいで、落ちないようにね、落ちないね。はいはいはい。最初はグー、じゃんけんぽん。おお、あいこ。勝ち一人。一人。すごい。強いって言いながら出ていきましたからね。グランプリ。決まりです。真ん中出ていただいて。どうぞ。前にこれ。真ん中出ていただいて。おめでとうございます。おめでとう。はい、よかった、グランプリ。じゃあね、お父さんとお母さんのお揃いでスウェットを着ていただいて、はい、この感じのスウェットですね。で、それが L サイズと XL サイズと防災セットが2つ入っております。はい、はい、これ、それをね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしかったら一言コメントいただいてもいいですか？タオルを。あ、一言コメントいただいてもいいですか？もちろんです。どうもありがとうございました。はい、どうも。ぜひこの後も稲妻フェスティバル楽しんでてください。ちょっとまた雨降ってきちゃいましたけど、もうちょっと頑張りましょう。ありがとう、よろしくお願いします。ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。あ、どうも、ありがとうございます。ありがとう、僕より先輩かもしれないね、もうね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。イエーイ。はい、すみません。あ、パチパチしてる。そこ階段気をつけてね。